アンドリュー・マリガン・グリーンは、アメリカ合衆国県タッキー州歴ントン出身の元プロ野球選手、監督、ウト右ミギウチ。2020年シーズンより MLB のシカゴ・カブスでベンチコーチを務める。ケンタッキー大学より2000年の MLB ドラフト24巡目でアリゾナダイヤモンドバックスから指名され、プロ入り。2004年、メジャーデビューを果たす。 2005年にはダイヤモンドバックス参加のトリプル A 級通ン、サイドワインダーズでリーグ最多の182ンダを記録。さらに打率34319本塁打の記録を残しパシフィックコーストリーグの最優秀選手と最多アンダのタイトルを獲得。2007年北海道日本ハムファイターズに入団背番号42005年オフにも日本ハムは グリーンの獲得を目指し交渉を重ねるも、直前でダイヤモンドバックスが放出を渋ったため破断になっており、代わりにホセマシーアスを獲得したという経緯がある。メジャーでの本職は二類手種だったが、日本ハムでは主に三類手種または左翼種として起用された。トリプル A 級では成績を残しており、内外や共に守れるユーティリティープレイヤーとして期待された。しかし、 応援歌の一節、連覇の願い叶えろというファンの期待とは裏腹に、オープン戦から打撃不振、守備での失策と悪循環に陥り、開幕後も打撃部長は変わらず、4月中旬に腰痛のために軍降格。2軍でも目立った活躍はなく、同年8月27日に自由契約となった。オフに紳士なきレッツとマイナー契約。ミッチ・ジョーンズとはとても仲が良く、一緒に、 オリックスバファローズのテストを受けたが不合格に終わった。2009年3月7日、イスラエルリーグに売り込みに行くも失敗に終わり、その後、ニューヨークメッツとマイナー契約を結んだ。2009年8月17日、3年ぶりにメジャーに昇格した。2011年はダイヤモンドバックス参加のパイオニアリーグのルーキー級、水浦オスプレイでコーチを務めた。2013年からは、 ダイヤモンドバックス参加のサザンリーグの A 級モービル・ベイ・ベアーズの監督を務める。同年終了後、サザンリーグの最優秀監督賞を受賞した。2015年シーズンはダイヤモンドバックスの三類コーチを務めた。2015年12月2日、2015年10月29日、2016年シーズンよりサンディエゴ・パドレスの監督に就任することが発表された。 2019年9月21日、シーズン終了を待たずに監督を解任された。2020年シーズンからは、シカゴカブスのベンチコーチを務める。ありがとうございます。